後藤厚労大臣が先ほどオミクロン株に感染した30代の男性と同じ飛行機に乗っていた全員が濃厚接触者になるという見解を示しました今回は、えー、濃厚接触者としてこの一緒に飛行機に乗った71人、えー、この方たち全員を濃厚接触者として扱って、えー、今後のおおアプリによるう 管理、それから2日ごとに検査を行っていただくこと、またご協力を得られない場合には、名前の公表を行う、そういうような濃厚接触者に対する対応を71名全員に対して取らせていただくという対応を厚生労働省としてはしたいというふうに思っております。